はい、3の3、負の3シリーズやっていきたいと思います。3系のコースは本当に難しいっていうのがもう本当にマジで俺はそう思ってるわけだから。早速、祝辞。はい、というわけでね、3の3からやっていこうかなと思います。はい。はい、というわけで本日もですね、一発クリア目指して3の3からやっていこうかなと思います。うまいっすね、やっぱ。うまいうまいうまい、うますぎるのでは？うますぎたろう。これは落ちる。落ちない。落ちると思わせて落ちない。うわ、こういうのってもうこの時代からあったんだ。それが今一番びっくり。ちょっと待って。明らかに難しくなってるぞ、配管工のおっさん。配管工のおっさん、明らかに難しくなってるぞ、マリオは。大丈夫か？配管工のおっさん。赤の子の子ってやっぱ初代からいたと思うと感慨深いものがあったりなかったり、なかったり、おー、なんか絶妙なぐらいしか落ちない。絶妙な落ちがあるわけですね。ちょ、木に乗ろう。オッケー。オッケー、赤の子の子は来ないと。俺は来ないと踏んだ。これ難しい。一気に超えちゃう？一気に、でも一気にいける自信がない。いける！あ、いけたわ、意外と。あれ、終わり？うわ、自信がねえな。なんだ？クソしょぼいや。クソしょぼい。クソしょぼじゃん。クリアしたよ。というわけで3の4、ラスボス、クッパ、3面のクッパにお会いしましょう、次回は。じゃあ、バイバイ。